小笠原諸島にある海底火山、海徳海山付近で海水の変色が確認されました。気象庁は噴火警報を発表し、警戒を呼びかけています。海徳海山は東京から南におよそ1050キロにある小笠原諸島の海底火山です。気象庁によりますと、 今日付近を飛行していた海上保安庁の航空機が、海徳海山付近の海の水が変色していることを確認しました。気象庁は今後、噴火する可能性があるとして、午後8時に噴火警報を発表し、周辺海域を通る船などに警戒を呼びかけています。海上保安庁によりますと、海徳海山は1984年に噴火して軽石や煙が噴出しました。 その後も付近の海水の色が変わったり気泡が確認されたりしていたということです。